スタート展示スタート展示とは、協定におけるピットアウトの出足やスタート時の侵入コースを事前に船券を予想する客に見せることを目的に実施されているものである。スタートタイミングが難しい協定では、選手にとって本番レース直前にスタートの練習を行う効果もになっている。また、他の選手がどのような作戦で動いてくるか、ある程度見極める機会になる。 スタート展示は前のレース終了後に実際のレースと同様にしてピットアウトスタートへ向こうまでの待機行動及びスタートするまでの工程をリハーサルするものである本番でもスタート展示と同じコースの方がスタートタイミングがつかめるのでスタート展示のコース配置は本番レースでも大きく反映されるなおスタート展示後に観客への情報提供として 確定の侵入コース及びスタートタイミングが発表される。もともと、スタート練習という名称で実施されたが、スタート練習での侵入コースは、本番の侵入に対して、何の制限を与えるものでなく、本番侵入コースとの乖離が久しいため、船券を予想する客から見ると紛らわしいという批判が存在していた。このためスタート練習は1991年に廃止され、 展示構想だけで選手の実力などを見定めていた。一方で、新入位置に対する推理判断が難しい面も多かったため、2002年8月よりスタート展示として再開された。スタート展示開始当初は、各定ごとにスロースタートとダッシュスタートがスタート展示時点で決定され、本番においてはスロースタートからダッシュスタートへの変更は認められるが、 その逆のダッシュスタートからスロースタートへの変更は審判員がやむを得ないと認めた場合以外、商店除外などの処分を受けることがあった。また仮に、スタート展示で6コースの定が本番で1コースに入った場合は、レースを一旦無効にした上で、ピットアウトからレースをやり直すことになっていた。2004年4月28日以後の日を初日とする、競争からルールが一部改正され、 ダッシュスタートからスロースタートへの変更が自由に行えるようになった。さらにスタート展示で6コースだった定が本番で1、コースに入った場合は、それまでレースのやり直しとなっていたが、フライングや出遅れと同様にその選手については、欠場扱いとみなされるようになった。2008年5月1日以後の日を初日とする。 開催から、スタート展示で6コースから侵入した選手が、レース本番で1コースに侵入した場合に欠場となる規定、及びスタート展示に参加しなかったり、スタート展示における侵入コースを、審判委員長が判断できなかった定が、レース本番で、サイアウトコースとなる規定が廃止された。スタート展示、及び本番レースでのスタートに関する規定は、以下の通り、ありがとうございます。